こんにちは、しんこうです。本日は座禅のやり方リメイク第2弾をお届けいたします。前回から座禅のやり方っていう初期に挙げたシリーズをもう一回ちょっと編集であったり話し方であったり考え方であったり1年経った今もう一回やり直すということでこの企画をやっておりますが、前回が座禅をする環境と座禅の前後に行う合掌一礼についてのお話をしました。そして今回から具体的に座禅の内容に入っていきたいんですけれども、その前にまず押さえていただきたい座禅の考え方、座禅の要素というものがあるので、そちらについてのお話をしたいと思います。さて、座禅というと割とこう肩を叩かれるイメージだったり、両足を組まなきゃいけないとか、動いちゃいけないとか、精神統一、無になるみたいないろんなイメージがあるかと思うんですけれども、曹洞宗の座禅には3つの要素があります。調心、調息、そして調心ということが重要になってくるんですね。ここで整えるという時に調という字を使っていることが重要で、私たちが普段よく使う整理整頓の整という字は物事を一つの形に合わせる、型にはめるというような意味合いがあるんですね。それに対して調という字は釣り合いが取れる、まあ調律とか調和って言ったりするようにバランスを取るといったような意味合いがあります。なのでまず最初に言った絶対に両足を組まなきゃいけない、動いちゃいけないみたいなガチガチになって自分を無理やりその形に合わせるっていうような座禅ではないというところをまずこの段階でご理解いただきたいなと思います。さて続いて、じゃあこの調心調息調心ってどんなものかというと、実は実際に座禅の中で行うことというのは調心と調息、身を整え息を整えるということ、この二つだけなんですね。座禅に興味を持たれる方というのはどちらかというと心を整える方法について知りたいという方多いと思うんですけど、まずここで一回考えていただきたいのが、そもそも心って自分の考え一つでどうにかできるものなのでしょうか。まあ、ちょっとそれを説明していくのに、このペットボトルのお茶、これはファミマのジャスミン茶ですね。私がよく飲んでます。このお茶でちょっと説明をしたいんですが、このペットボトルを私たちの体だとします。そしてその体の中に入っているお茶が心に当たるわけです。例えば、私たちの心が揺れ動いたり落ち着かないとき、このように、中身が揺れているとき、この揺れを収めるには、心の揺れを収めるには、どのようにしたらいいでしょうか。それは当然ですが、安定したところに置く。そうすると自然と、今はぐるぐると渦を巻いているけど時間が経つにつれて、おのずと中のお茶も揺れが収まっていきますよね。これと同じなんですよね。外側が落ち着かないうちに中身が落ち着くことはないんです。逆に言えば、外側が落ち着きさえすれば中身は自然と落ち着いてくる、整ってくるというのが曹洞宗の座禅の考え方になります。心が今いろんな緊張している時とか焦っている時もそうですよね。緊張しちゃダメだ、焦っちゃダメだっていう風に体が揺れたまま外から心だけを何とかしようとしている状態が私たち現代人には非常によくあるんです。そこでこのペットボトルを安定させるということが座禅で行うことになる。なのでここで押さえていただきたいのは、調心調息調心って3つありますが、身を整え息を整え心を整えるっていうそれぞれの要素ではなくて、身を整えて息を整えてその結果心が整う、調心プラス調息イコール調心だっていうようなイメージをしっかりとここで持っていただきたいと思います。この調心調息調心という言葉は、厳密にはいつから言われるようになったのかっていうのは私はちょっとまだ知らないんですけれども、もともとは短座調息地心、座っている姿を整えて息を整えた結果心に至ると、まあ、心が至ると言ってもいいでしょうね。これが曹洞宗の座禅のもともとあった言葉になるんです。それをより分かりやすく伝えやすくしたものが調心調息調心だというふうに私は把握しているので、まずここでイメージのちょっと転換をしていただきたいなと思います。この調心調息調心の考え方というのは曹洞宗の修行の捉え方を非常によく表していて、曹洞宗では身と心は一つである、心人一如という教えがあります。身で行ったことに対して心は自然とついてくる。だからこそ洗面からお風呂からお手洗いから食事まで一つ一つに作法がある。この作法は何かといったらお釈迦様の行動をそのまま伝えたものなんですね。行動の一つ一つにお釈迦様のやり方をしていけば、お釈迦様の心と同じものになっていくよっていうのが曹洞宗の修行の前提にあるので、一つ一つの生活の作法があるわけです。別に厳しくするため、縛りつけるためにあるわけじゃないんですね。それと座禅は全く一緒で、お釈迦様が悟りを開かれた時のお姿をしっかりと今私たちも
再現をするために次回以降ご案内する足の組み方だったり背骨の整え方だったりということをずっと2500年の歴史の中で教えを継がれてきたお祖師様方がこうしたらより近づくぞ、こうしたらいいぞっていうのを研究してこられたものが今ここにある。それが曹洞宗の座禅になるわけです。ぜひですね、自分を追い込むとか厳しいことをする、辛いことをするというようなイメージは一旦捨てていただいて、体を呼吸が通りやすい形に整えて、通りやすい形に整った体で呼吸を整えて、その結果に整った心がある。この整った心というのは仏様の心と言ってもいいでしょう。この曹洞宗の座禅の考え方というものを今回はまず押さえていただきたいなと思いまして動画にいたしました。次回以降は足の組み方であったり背骨の整え方などをご紹介していきたいと思います。今は毎週日曜日の夜9時から YouTube ライブで座禅やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等々いただければ幸いです。ご質問などもあればぜひコメントにお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。